今回はね、昔見つけた激安中古玩具をね、紹介したいと思います。まあ私がお金が足りなくて買えなかったものを紹介していきますよ。ゆっくり見てください。もうほんとね、金が足りなかった当初ほんと悔しいよね。安くても買えないっていうのが絶望的だったよ。まあじゃあ、1枚目からだんだん見ていきましょう。